はい、皆さんこんにちは。この T シャツ何着持ってるのとよく生徒さんから聞かれる物販講師の黒沢です。今回はネット物販っていうのは青天井底なしなんだよっていう話をさせていただきたいと思います。っていうのもネットビジネスの発信者、例えばコンサルタントだとか YouTube で発信している人だとか、プロダクトローンチみたいなキャンペーンで誰でも簡単に稼げますとかよく言っている方々って、特にそのビジネスのいいところだけを話そうとするんですよね。私はそのやり方っていうのはこすいと思うんです。ずるいと思ってるんですよ。サラリーマンやってる方だったら月給いくら何十万円っていう世界の中でずっと生きてる方って、その世界が一つの安定した世界じゃないですか。でもその中で自分らしさっていうのを考えていった際に、この生き方自分らしくないなと思ってネットビジネスを始めたりだとか、まあアフィリエイトやったりだとか、その他もろもろいろいろなネット関係のビジネスっていうのを詰めてこうかなって考える方いらっしゃると思うんですけど、その際に情報収集していると初月で月収何百万円だとか、なんかものすごい金額のことばっか話される、要するに青天井のことばっか話されていて、そこだけ見てしまうとなんかすごく、こんなに月収増えるの、じゃあ今のサラリーマンとかアルバイトとかパートだとか契約社員と比べるとめっちゃすごいじゃんっていう、その上の方ばかりを見させられているような感じがするんですね。でそれっておかしいなって思うんですよ。安定から抜け出すってことは上にも行くけれども同時に下にも行っちゃう可能性っていうのがあるんだよっていうこと。この安定の上も下も不安定で、この上は目指したいんだけれども下の不安定は嫌だっていうのは、そんなうまい話っていうのはないはずなんですよね。ですから今回このネットビジネスっていうのは上にも行くけど下にも行くんだよっていう話をさせていただきたいと思います。グラフで説明していくと非常にわかりやすいと思うんですけど、これ縦軸っていうのは収益収入です。でこの横軸っていうのが時間なんですけど、例えばアルバイトしてる方は時給1000円からスタートして、まあちょこっと上がる、ちょこっと上がる、ちょこっと上がる、基本的にはこの横一直線、ほぼほぼ一直線なわけですよね。一方物販っていうのはすっげえ儲かりますぜみたいなことを言う、例えば月収100万円ドドドーンみたいなことをよくアピってる人いますけど、ここに行くまでにどんだけ大変なのかっていうのは全然話してくれないんですよね。でここの上の方だけ見てわーって進んでいくのって、まあ、イメージとすれば富士山の頂上ってこんなにすごいんですよっていうところをずっと見せた状態で山登りしてるようなもんなんですよ。でも実際富士山の頂上っていうのはこんな景色で見晴らしも良くて空気も澄んでいてうんたらこうたらっていうところを、まあ出されるのは出される分でいいんですけれども、実際進んでいく道っていうのは5合目までは車で行って、そこから地道にこういう風に上がっていくって、いくら上見てたって進み方っていうのはめちゃめちゃ地道なんですよね。一歩一歩なんですよ。ガレ場もあるし落石も注意だし、墜落するリスクが高まったりだとかね。ってことはこの上の方ばっかり見せて、で実際の流れっていうのをお伝えしないっていうのはこれおかしい話だと思うんですね。物事の綺麗どころばっかり話して真の部分を話さないっていうのがまさにこれに当たるんですけど、じゃあどうなのかっていうと、おそらく皆さんのイメージだとまあゼロスタートで、でこんな感じで成長曲線みたいな感じで二次曲線、二次関数的に上がっていくと、でここの分岐点っていうのを超えたらそりゃ物販やってた方が儲かりますよっていう話を考えてると思うんですけど、ゼロではないんですよ。そこを理解していただきたい。今回この青天井っていうところに行く前の底なしっていうところを本当に理解していただきたいんですけど、青天井があってこの下っていうのが底なしですよね。この底なしっていうことをもうちょっと理解しなきゃいけないと思うんですよ。底なしっていうのは、まず何かをスタートするっていう時には資金も必要だし、あとは私のコンサルティングであれば学費とかが必要ですよね。っていうことはマイナススタートなんですよ。で、マイナススタートからこういう風に上がっていくっていうのが正しいラインになってくるんですが、あと2つぐらいかな、大きく分けて気にする必要があります。っていうのは Amazon っていうのは大口セラーとして登録した瞬間から月額費用っていうのがかかるわけですよね。で、この金額っていうのがほっといたってかかる金額なんですよ。飯食ったりするお金も必要だし、家賃も払わなきゃいけない、光熱費も支払わなきゃいけない、まあたまには髪の毛ぐらい切りに行きたいだとか、そういった我々生きてるだけでかかるお金があるんですが、それプラスアルファとして Amazon の月額費っていうのが商品一品も出品しなくてアカウントを持ってるだけで毎月かかってくるっていうことを理解しなきゃいけないし、あと商品を買い付けたとしてそれが適当だったりだとか、よく精査しなかったりだとか、
かもう当てずっぽでやったりすると、お金をコストをかけてもかけても商品が売れなければかけただけ損ですから、っていうことも考えると、ここの上に行くってこともあれば、これ下にドカーンって下がることもあり得るってことです。これが底なしっていう言葉の成分になってくるわけですよね。で、ここを理解しなきゃいけないんですよっていうのを今回お話ししたかったんです。難しい言葉で話すと臨界点っていうワードをぜひ覚えておいていただきたいんですけど、原子力発電をするときにこの中性子爆発、核分裂の中性子爆発がちょうどよく行われて、原子炉が爆発もしないし、でも中性子爆発がいい感じで行われるように制御棒っていうのを抜き差しして、その一番いいポイントのことを臨界点って言うんですよね。で、この臨界点っていうのをこの物事の仕事だとかお金を得るってことに当てはめると、この皆さんがアルバイトをしたりだとかサラリーマンで働いて毎月決まった額がもらえるって、この部分が臨界点に当たると思うんですよ。要するにそのお金をもらっていれば、まあお給料から食費を出して、光熱費を出して、家賃を出して、友達とたまには飲みに行って、たまにはデートもして、で子供いらっしゃる方だったら子供の養育費を払って、まあ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 これでどうにかやってきますっていう金額が臨界点だと思うんですよ。で、この臨界点から逸脱しようと脱出しようって思った結果、この青天井100万円200万円300万円ドヤドヤドヤっていうネットビジネスの文句、歌い文句に洗脳されて、この上に行くんだって言ってここを辞めたとしますよね。サラリーマンだったりだとか契約社員だったりを辞めたりする。確かに良い方向に進めばこっちに進むんだけど、その先っていうの良い方向に進まなかった場合っていうのは底なしになってしまうと。要するに今まで月に30万円もらってた方だとか、まあ、どうにかこうにか飯食って家賃払って生きていけるっていう金額っていうのを取っ払っちゃったってことは、上に行くポテンシャルっていうのも獲得できたと同時に、下に落ちちゃうリスクっていうのも同時に背負い込む必要があるんだよっていうことは理解していただかなければいけないってことなんですね。で、私がコンサルタントとしてやっていることっていうのは、この底なしリスクっていうのをどれだけ軽減していくかっていうのを、1商品レベル、1回の手数間レベルでしっかりとチェックしていくってことなんですよ。例えば1つの商品をいきなり50ラットとかやると、もちろん上に行ったらいいけれども、その分下に入るというか落ち込んじゃうリスクっていうのも思いっきり上がっちゃうわけですね。だから例えば1商品5個ずつ5ロットずつ出しましょうだとか、1商品3バリエーションだったら、まあ333で合わせて9ロットぐらいで出しましょうだとか、こういったところ、本当に細かいところなんですけれども、こういった部分っていうのを、その感情論だとか主観的なことではなくって、講師という客観第三の目でしっかりと見守ることによって、この底なしリスクっていうのをどれだけ下げるかっていうことがコンサルティングの意義になってくるんですよ。独学でやっている方って結構いらっしゃると思うし、私の動画見ると商品リサーチのこと、もう本当に歯に衣着せず真の部分っていうのをガンガンお伝えするんで、動画を見ると自分でできるような感じがしちゃうらしいんですよね。でも自分でできるような感じがするっていうのは感じがしてるだけで、実際にその方の、まあ、例えばやってることだとか商品だとかチェックしてみると、突っ込みどころって結構ある、見落としも結構あるんですよ。だからコンサルタントっていう立場が存在しているわけなんですよね。そこの部分っていうのもご理解いただければ。というわけで今回はネット物販は青天井底なしですよっていう話をさせていただきました。情報発信をしているマーケターの人たちとかが、この部分だけをきらびやかにネオン街キラキラでお伝えして、この下の闇の部分っていうのは一切合切隠してね。で、そのビジネスっていうのはすごいだのなんだのって言ってるのが相当不自然だなって思っていて、この下の部分っていうのも当分にしっかりとお伝えして、さらに私はコンサルティングでこういったロットの出し方に関してもなるべくリスクを軽減する。要するにこのリスクの部分、デメリットの部分っていうのをどれだけ解決できるかっていうことも話した上で、じゃあ海外物販それでもやりたいですかって思ってる方は、本当ウェルカムでお問い合わせしてくださいと。ずーっとこの時間がね、本当1ヶ月2ヶ月の話じゃないんですよ。1ヶ月2ヶ月でどうこうできる、一朝一夕でどうこうできるビジネスっていうのはないですが、それを半年1年2年3年ってどんどん続けていくうちに深みっていうのが分かってくる。噛み締めれば噛み締めるほど、咀嚼すれば咀嚼するほど味わい深くなっていく食べ物みたいな感じで、本当に物販の魅力に良い意味で没頭できるというか、
かね、進んでいくことができる、どんどん好きになることができると思いますから、それぐらい海外物販って魅力的なもので、それはどのビジネスもしっかりね、堅実で三方よしでお客さん目線で進んでいる方は同じことをおっしゃるとは思うんですけど、私は海外物販が好きだし一生やっていくものなので、自分にとってこの海外物販っていうのは本当噛めば噛むほど味が染み出てくるような、非常に興味深い、一生かけて貫徹してやりたいビジネスなので、皆さんにこんな形で紹介させていただいているというわけです。というわけで最後までご清聴くださりありがとうございます。物販コーチの黒沢がお届けいたしました。では失礼いたします。